栄光駅は台湾台南市栄光区にある台湾鉄路管理局縦貫線の駅である。本駅はかつて台湾東京鉄道の栄光東初への支線が接続していた。その頃の東京鉄道は北は海吉岸内東初に達し、南は平東にまであったが、現在は当初の閉鎖に伴って廃止されている。現在は 統一支線用貨物側線及び、大西用貨物側線が使用中である。その他に中油栄光貯蔵所貨物側線があり、線路は残っているが列車は運行されていない。本駅の古い地名は、津田松であり、津田松遺跡の文物が、本駅近くの線路東側から発掘された。駅名は、所在地の氏名にちなむ。ただし本来の栄光集落は南に 1km の、 光区公所一帯である。二島駅であり、漁港号、復興号、区間回車、区間車が停車する。駅前広場の景観改善工事は2008年11月に完了し、市民や旅行客に新たな景観を提供し、駅前の交通秩序を改善した。長万件の短編小説、機関の舞台やフォルクスワーゲンの CM でのロケ地となった、他、 タレントのゴムネノリが英法案校の楽曲を出し、栄光駅前で新曲発表イベントを行った。各年の利用状況は以下の通り、付近には工場が多く貨物輸送が盛んである。ありがとうございます。